おはようございます。釣り子 TV です。デプスのウェーブメンバー入会特典のルアーが届きましたよ。早速開けてみたいと思います。いやー、夏のハイシーズン間に合いましたね。ちょっと届くのが遅れるよなんていう風なアナウンスが出て、今かと、待っていましたが、まだまだねトップウォーターのこのタイミングで届いてくれました。じゃあね、早速開けていきたいと思います。どんな感じかな。よいしょ。お、なんかお手紙が入ってますね。あ、中入ってます。はい。で、こちらのお手紙どうでしょうか。2022年度入会特典エアロツイスター納期遅延のお詫びということで、デプス製用品をご愛用いただき誠にありがとうございます。この度は2022年度入会特典エアロツイスターについて発送が遅れてしまい心よりお詫び、いたします。メールマガジンでご報告させていただきました通り、コロナウイルス感染症等による影響により生産に多大な遅れが生じてしまいました。このような社会情勢となりましたが、納期に対して真摯に向き合うように心がけてまいりますので、事情を、ご検察の上、ご猶予を賜りますようお願いしますというような感じのね、お手紙がついてましたが、まあもうね、何から何までね、コロナの影響でね、遅れるのはね、ちょっと仕方ないかななんていうね、本当釣り具以外にもですね、なんかいろいろとね、遅れちゃってるものね、普通の日常生活でもいっぱいありますんで、そんな中でハイシーズンに間に合ったというところでもうね、全然 OK じゃないですか。これハイエアロツイスター来ましたね。これね、まあ、何なのかっていうと、そのデプスのウェブメンバーというね、会員になるとですね、入会特典ね、入ってくれてありがとうっていうことで、まずね、いろんな特典があるんですけど、ルアーがもらえちゃう。しかもそれは市販されていないですね、スペシャルモデルね、メンバーの人だけ、買うことができるよというか、まあこれはもう入会金を払った時点でもらえるんで、もうほんと特典ですね。これだって通常でこのサイズでこんだけ作り込まれているルアーを買おうとしたら、多分これ3,000〜4,000円するんじゃないかなっていうね、そういったルアーがねおまけでついてくるんですけども、まあ入会しただけでね、まずこれがもらえちゃう。その他にもですね、会員限定の例えばあのコードネームバスなんていう超巨大ルアーありますよね。あれなんかもね、ウェブメンバー限定で買えるよっていうね。あとはサイドワインダーのエントリーモデルって言ってね、結構アジングモデルとかですね、エギングモデルとかキッズモデルとか、そういったねスペシャルなねデプスロッドが買えたりとか、まあいろいろね、そのお楽しみ盛りだくさんね、メンバー限定のその釣りのイベントに参加できたりとかですね、いろいろあるんですけども、はい、まあ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 こんな感じでね届きましたよ。まあね、こういう感じでね、シンプルなパッケージに入っていまして、じゃあ早速開けていきたいと思います。おー、はい、出てきました。ちょっとここが魔法で止められて、で解除して、じゃじゃーん、エアロツイスター。いやー、これはちょっとね、サイズ大きめ、トリプルフック仕様で、ここね、このいたたたたた、いい針ついてますね。こんな感じのね、透明のね、こういうパーツがついて、これがね結構ね柔らかいね、こういう感じの素材なんですね。ここを柔らかくすることによって早引きした時の、水への食いつきをね良くしているっていうね、そんな感じで、あの出る前にねいっぱいこれの実況動画とかですね、デプスの動画とかで出ているので、それで見たところ、ここをあえてこう柔らかくするね、ことによって
抜群の水ガラン、これを実現しているっていうことですね。で、結構そうですね、大きめのルアーなんですけど、下から見るとこうね、非常に薄い作りで、こう下から見上げた時は結構ね、シルエットがね、このボリューム感なんですけど小さめに見えるんじゃないかな。あとは気になるところは、この連結部分が2個ずつじゃなくて、こう1個ずつで連結してるんですね。こうここがね、非常にラフに動いてくれることによって、これなんかもね、水への食いつきにね、役立っているのかな、ね、相当動画で見ると高速巻きなんかでも動きが破綻することなくね、こう最後まで泳ぎ続けてるっていうね、イメージだったので、この感じね、これ伝わるかな、こんなツイストね、あ、まあそうですね、エアロツイスターなんで、こうね、こうツイストね、すごい可動域、これによってまあフッキングも良さそうですよね。冬のなんだろう、バイトなんかも絡め取ってくれそうな、そんな接続部ね、絶妙ですね、これね、面白いですね、今までにない感じ、こうはいなってますけども、で、透けて見えますね、各パーツに重りが配置されていて、まあ重心移動とかではないので、その、ね、SNS で見たんですけども、エアロツイスターなんかこうゆったりとしたフォームで投げるといい感じでキャストが決まるよなんていう風にね、説明されていたので、ふわーっとね、狙いのスポットにね、投げ込んでね、スモールマウスバスなんかをね、釣るのにいいよっていうことで、ね、作られてるっていうね、まあ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 、スモール用に作られたとは言っても絶対ラージマウスにもね、効くよなっていうね、イメージとしては動画で見てると、そのトリプルフックがついている止められるバズベイトっていう感じですかね、バシャ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 ってここのリップでなんだろう、皮膜を作ってバシャバシャバシャね、後ろにこのちょっとぼよかせたねボディが追従して、でなんだかわかんないけど思わずもうバコーってねバイトしちゃうっていうね、そういう感じのルアーなんではないかなと予想するんですけど、まだね開封したばっかなんで、本当出しどころとかね、なんとも予想で喋ってるんですけども、まあそうやってバイトした時に、先ほども言いましたけども、ここのね、ツイストしてラフな感じになっているところがしっかりとバイトとかを絡め取って、でそこには 1,2,3 とね、3つのフックがついているのでね、そのフッキングをねちゃんとアシストしてくれるんじゃないかなっていうね、まあ本当不思議なルアーですよね。こういうちょっとなんだろう、実験的なルアーなんかもね、ウェブメンバーで限定でね出て、まあここからね、なんだろう、普通に販売されるようなところにね、評価していく場合もあるかと思いますので、大人気のブルシューターシリーズなんかも、もともとは大きなサイズがウェブメンバー限定で出ていて、でそこでもなんだなんだって言って、で使い出のある160が市販されてとかね、今じゃもういろんなサイズがね、準備されているんで、まあこうやってね、メンバー限定で出て、でそこからもう人気に火がついて市販品モデルになるなんていうこともあるかと思いますんでね、これなんかだとまあこの感じで本当小型サイズなんか出たらね、野池なんかでも活躍しそうな、これはねちょっとまあ今となってはそんな大きくは感じないですけど、そうは言ってもまあ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 ちょっとね長めのサイズなんで、まあ、最近ほんとルアーが大型化してますからね、ほんとこの以前だとビッグベイトって言ってたようなぐらいの長さがあるこのルアーでも、なんか使いやすそうなサイズ感じゃんなんてね思っちゃうようになっちゃいましたよね。あ、ちなみにカラーリングはねこんな感じで背中に黄色いポイントも吹いてくれてるんで、
多少ね遠目に入れてもどこにあるか分かりやすいっていうね、こういうね、目印が最初からね塗装についてくれてるとね、嬉しいですよね。なかったら、まあ、シールね、オレンジ色の貼っちゃおうかなとか、ね、そういったところですけど、まあ、こういう使いやすい実践的なカラーをね最初から塗ってくれてるということで、いやーこれはねちょっと持っていきたいところがあるんで、早速ね、釣りに行った時にはですね試してみたいと思うんですけども、続々と SNS とか見るとね届いたよーなんていうね投稿がねいっぱい見られるんで、もう間もなくねエアロツイスター釣れたよーみたいなね、そういった、投稿も増えてくるんじゃないかなってね。自分はちょっとあそこやあそこ、あそこでもちょっと投げてみようかなってね。まだね日中はめちゃくちゃ暑いですからね、朝夕方のまあどちらかっていうと夕方の15時過ぎてこうちょっと日が落ちてきて、あれまたボイルしたな、おボイルしたねとかね、そういうのがねよく見えるようになった時間ぐらいからバンクに向けてねこうバチバチとねキャストしてみようかなね。朝一のねこう日が明けてきたあの一瞬、あんな時もね、ラージマウスだと効くんじゃないかななんて予想できるんで、そういったタイミング空いたタイミングで投げ込んでみようと思います。何にしてもねいつ届くのかないつ届くのかなって非常に楽しみにしていたルアーなんで、あとはデプスのウェブメンバーになるとね、あのデプスジャムっていうね、他魚種をねいろいろ釣って投稿しようっていうコーナーがあって、自分そこのコーナーが大好きなんですけどね、まあ、あのシーバスとかあとネザカナとかね、いろんなね魚をねデプスのルアーで釣ってみようってね、あのコーナーが毎年のお楽しみなんで、そんなコーナーもね参加しつつで、あのねポイントがついて、そのポイントを貯めるとそれでウェブメンバー限定のね商品がね、そのポイントも使ったりして買えたりとかね、ほんとねお得なコンテンツなんで、まあまだどうしようかなって悩んでる方はね、こうもう入るだけでまずはねこれねこういうのがね手に入るんで、今年はねもうね募集終わっちゃったんですけども、気になってる人はねほんとね大体いつも2月ぐらいに募集してるんで、調べてみてね、入会したらまあお得以外に何もないっていうね、そういうスペシャルなコンテンツになってるんでチェックしてみてください。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちらね、デプスのウェブメンバー入会特典のスペシャルルアーエアロツイスター、これがね家に届いて開封してみてよってこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。